C2 リーグ首位と4位の上位決戦、イービル・ヴィラン対スポルティングドラゴン。互いに攻撃あうりの両チームは序盤から激しい打ち合いを展開。33分、イービルは右サイドの赤木が粘ってドリブル突破し、この位置でボールを受けます。折り返しにフリーザ。昨シーズンまでスポルティングドラゴンに在籍していました。そのスポルティングドラゴンは38分、細かくパスをつないでブロリー、うまく反転してシュートを放ちますが惜しくも枠外。さらに途中加入後6試合で5ゴールを挙げているゴーエンジ・シュウヤ、こちらも鋭い反転からゴールを狙いますがボール1個分外れてしまいます。後半はより強度を増した両者、前半よりもチャンスは少なく一歩も譲らないままスコアレスドロー。注目の一戦は決着がつかず、リーグ最終節でもう一度当たる両チームの対戦が今から楽しみです。